海底神殿で水抜き中の有野さんと、先輩ここちょっと入ってもらっていいですか。これポンジ先輩になってんの。ポンジ先輩ここちょっとどここれかい、はい、ポンジったよスポンジ命ポンジ先輩すげえんだぜポンジスポンジ片手に大活躍。神殿制圧に向けすっかり頼れる存在に。やった、さすがポンジ先輩、あざーすピンチはポンジにお任せ。良い子のマイクラでサバイバル生活、吸って吸って吸いまくれ。よし、今回こそは完全制圧しようか。ポンジ先輩おったら大丈夫やろいけるかな。ドアを設置してとかいろいろあったけど、それはもう無視していいか。もうポンジ先輩がおるから、もうポンジ先輩おるから大丈夫ですって返しといたけだろ吸収しとくっつってあ、濡れたスポンジはかまどで焼いてください。うん、アプが洗い、おお、洗いちゃんや乾かしてるよもうすでにポンジ先輩があ、海底神殿ボスいますかっていうのを休憩中に送っといたんですよ、うん、ボスらしきものはいます。ボスらしい魚みたいなやつはいます。あいつか、エルダーガーディアンという大きめのボスが3体います。あ、もう何体か倒してんのかな。ほんならガーディアンって最初にやったやつじゃない、黒いの。そっか、あれがあと2体、あいつが2体おんのか。でかい上にめちゃくちゃ強いです。装備はエンチャしないと攻略は難しいですやっぱエンチャかうん、ポンジじゃ無理やないけちゃうっしょポンジで。あの尊敬してるポンジ先輩のことだってポンジ先輩はしご苦手ですやんそれはほらもうほらもうドキドキしてるやんやべやべあれちょっと俺のポンジねえんだけど前回に引き続き神殿内の水抜き作業を進めます。なんかどっか水漏れてんな、この辺水漏れてんのか。こんなポンジ行くよポンジ先輩仕事早いですね、うん、ポンジ先輩はスポンジで、一方有野さんは砂で埋めて掘る方式で水を抜いていきます。吸っとく、お、降りれるか。吸っとく流行語になんないっすよほれほれポンジいっとく。うわ、おる、ポンジ攻撃ポンジ攻撃、逃げられた。ちょっと乾かしてくるわ忙しいですね。新たな階層に進むと敵のガーディアンが現れました。やった、オッケー、ピコった、いった、やった、オッケー、じゃあポンジ行くね軽いっすねスポンジのようにノリもフットワークも軽いポンジ先輩。いや吸収しきれねえわ全然かっこよくない水を抜くコツは水が流れ出す大元を見極めること。ここか、こっからなんか出てんのか。あ、なくなった。あ、何もない。黒いの折れへんな。全部水抜いちゃおうよ、気遠くなるな。もう業者やんこんなんずっと水のトラブル解決してるで。しゃあないなこれ。勇者の探検というより業者の点検、そんな地味な作業を繰り返していると、あ、なんか外や。え、ここ外じゃない。嘘、いいじゃん、もうちょっとや。え、外じゃないのこれ。神殿の外側に出てしまったようです。出て、うわ、深深。
あ、来た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 。間に合うか間に合うか間に合うか。前のすげえ深いやん。違う、スポンジやった。深い海底神殿。思ったよりも深いところまで水抜きしていた2人。神殿はどこまで続いているのでしょうか。これ戻る。こっちか。ここか。ああ、ここあった。すげえ。吸収してポンジで。来たポンジ。やべやべやべ、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、やべ死んだ。あれ、なんかあガーディアンおった。倒して。おった。取っといてスポンジ。ワイパーおる。取っといてくれた。取っといた。返して。勝手やな。あ、やだ。なあ、またやられた。よし、急。回収回収。回収しといて。オッケー。回収できた。うん。返して。腹立つな。深く進むにつれ、厄介なガーディアンが次から次へと湧き出します。あ、ゲームオーバー。発音良かった。ゲームオーバー。敵の妨害をかいくぐりながらテンポよく水を抜いていく先輩。来た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 。ポンジ吸収。え、ポンジ回収。回収回収。え、ポンジ吸収。吸収吸収。ポンジ先輩は回収と吸収の応酬。一方有野さんは巧妙としてモテる。真剣やな。は、恥ずかしいわこれは。ゲームで体が動くほど没頭していた有野さん。するとここで、どこだ。迷子になった。ゲーム内で迷子になった。広大な神殿、水抜きに夢中になっている間に迷子に。どこだ。帰られ。どこや。あ、おった。ここにおる。ここ、そこにおんねん。そこに。じゃあもうこれ掘ったらおるんじゃないの。ちょっと待って、ポンジ、ポンチを取ってくから。ここはポンジ先輩の腕の見せ所。あー、トゥーポンジしかない。トゥーポンジしかないわ。2ポンジしかないの。うん、トゥーポンジね。トゥーポンジしかないわ。まいったな、他の先輩欲しいわ。いや、ポンジ先輩そこ開けれっから。あー、また出てきた。もう殺せ殺せ。あー、ゲームオーバー。発音ええな。その後無事に合流できた2人。しかしすぐさま目を疑う光景が。めっちゃおるやん。うわ、めっちゃおるやん。はしゃいでるやん。水ではなく大量のガーディアンが湧き出していました。上から行かなあかんのか。うわー、めっちゃおるやん。逃げろ。どこや、どこや。うわー、やられる。頑張れ、逃げろ。あ、ここや。この先もわんさか出てきそうな雰囲気。終われへんで、これ。いやー、これずっとあるな。あいつらずっと出てくるで。1体は倒してんねんな、俺ら最初にな、うん、あと2体やろ。あと2体諦める。うーん、なんかちょっと諦めるというか、うん、置いとこ。諦めはせえへんよ。もともとは全て水の中に沈んでいた神殿、そこを砂で埋めて掘り起こしました。スポンジの活躍もあって4つの階層まで水抜きに成功。それでも制圧できない海底神殿、恐るべし。スポンジすげえ増えたけど。何個あんのスポンジ。スポンジ20、30個ぐらい。すげえな。だからもうポンジ先輩って一人じゃなくなってんのよ。いや、ポンジ先輩一人やで。ポンジはもうここでしか使えんのかな。
ここでしか使うことないと思うねんな、ポンジって。使いようがないもん、ポンジなんて。お前ポンジのことバカにしてる？いや、バカにはしてねえっすよ。本当？はい。じゃあ村人増やしますか。村人のとこも行こうか。いろいろほら課題もあるやん。うん。あ、見たことある？何を？子牛とか子羊とか。ない。子豚。なんか懐ついたりすんねやろ。うん。求愛モードっていうのが出て。犬とか連れていけんねやろ。犬？あ、オオカミ？オオカミ。ポンジ何も知らんな。ポンジでも覚えたらすんげえ吸収すんだ。そうやな。ということで、海底神殿の制圧は一旦お休み。よし。ふう、またポンジ先輩に会いたい時ここ戻っておいでよ。はい。海底神殿にいるからポンジ先輩。先輩会いたくなるかな。ポンジ先輩ともお別れ。早いな。村へと向かいます。あ、後ろ向いた。昔はここ泳いでたからな。あー、しまった、ここのリフォーム残ってんな。マジっすか、リフォーム。奪うだけ奪って放置したままの森の洋館を抜けて村へ向かうのですが、あ、忘れてきた。二人乗られ。二人で乗られ。トロッコを回収し忘れた浜口さん、有野さんが取りに戻ります。あ、悪いね、置きっぱにしてたの。いいっすよ。ポンズ先輩いつもじゃないですか。もう今ポンズ先輩じゃない、ポンズ。ポンジね。あ、ポンジっすか。便利グッズからしゃぶしゃぶのタレに降格したところで村に到着。増えてるかな、村人。パンあげたけど、あいつらパンで増えようのか。村人の増やし方って一回聞いてんな。なんか扉を増やせって言ってた。うん、でも全然分からへんかったんな、意味が。見てるわ。増えへんのか、お前ら。増えへんな。まず地面に畑を作り、小麦を植えてください。やってるの。次に地面から上空10ブロックに 5×5 で丸石を正方形に設置。真ん中の 3×3 ブロックにドアを6枚設置、ドア上に6個丸石を置いてください。ドアの周囲を柵で覆い、ドアの中に村人を1人入れる。全然分からへん。生贄ですよ。生贄。一人で増えへんやろ。もう召喚するっていうイメージやな。何やろな。人々。さっきの海底神殿に比べて全然乗ってへんな。破壊じゃないからさ。そう、制圧じゃないから、生み出すことやから。とりあえず草刈りしとるから今。なんでやねん、なんで雑草切ってんの。敷地を花で雑草取ってどうすんの。綺麗にしとくわ。村人に光を当てるのがキーポイント。光、日が差し込まないと増えません。あ、天井をガラスにしてくれって。やっぱ体育の日だけあってもう休みやから返信が多いね。ゲーム日和やな。うん、体育の日やからさ、ゲーム日和じゃないよ。外行ってくれっていう日や。よっしゃ、おっさん増やそうか。おっさんの増殖や。あれの創造神、ついにおっさんを作る編や。じゃあ一回俺は天井にガラスを作ってみますね。 OK。有野さん、家に日の光を入れるため屋根を取り壊します。するとここで、あ、ハートついた。え、求愛した。はぁ、向かい合ってる。うわぁ、うわぁ。ハートが出現。何してたお前ら。何もしてませんよって顔でこっち見てるけど。あとパンをあげてくれって言ってたな。パンを作らなあかん。アドバイスを参考にパンを準備。ガラス張りにリフォームした屋根から村人の様子を観察します。乱暴なやり方やけどな、合ってんのかな。まあそれが増やすことやな。パン取ってくれへんな。すると新展開が。
それは増やすコツ。あ、取った。あれ、ちっちゃい？生まれた？あれ、ちっちゃい。早い。うわ、すげえ早い、動くのが。嘘。え？生まれた？え？村人増えた。あ、ホタ、ちっちゃい。ほんまや。ちっちゃいおっさんや。ちっちゃい、わ、めっちゃ早い。ちっちゃいおっさんおる。嘘。生まれたやん。あ、ちっちゃいおっさんや。なんか言われてる。すげえな。扉。見事、新たな村人が誕生しました。あ、出てきてる。おっさん。チッコおっさん出てきてる。怖い、こっち見てる。うわ、ほんまや。あ、2人。え、おいちゃん増えてる。おいちゃんおるやん。おっさん何人自慢までなんねやろう。48は増やそう。46にしようぜ。48やったら46じゃないけど。48か。48やな。今回ここまでやって、めっちゃ楽しくなってきてんのに。こっからやるでって思ってんのに。創造神次回や。嘘。やっと出番が来たと思ってんのに。次どこ行こうか。リフォームか。洋館のリフォーム。行ってみる。とりあえず外壁だけでも。ああ、そうしようか。外壁、砂で燃えへんやつにしよう。とりあえず木以外。じゃあもう砂しかないな。次回、炎上させた洋館のリフォーム開始。地味な作業始まったな。あ、リフォームはこういうことやで。薄味になりがちな収録4本目。どうなることやら。高所の作業気をつけて。